義妹に乞食認定されてた話。ふとしたタイミングで夫のスマホの LINE 画面を見てしまった。夫、義母、義妹のグループ LINE。 義母と義が私の悪口っぽいこと書いてる画面で、私は乞食女って呼ばれてた。ただの連絡ツールらしく、ちなみに夫はそのグループにほぼ何も書いてなかった。いろいろあってなぜ乞食呼ばわりされてるか判明した。数年前、会社の PC のシステムエラーで社員全員何も仕事ができなくなって、上司の計らいでみんなで10時頃帰ることになった。帰宅してメイク落として部屋着でくつろいでたら、夫が遠くに嫁いでたまたま遊びに来た義妹を連れて帰ってきた。当時の連絡ツールはメール。私が夫に午前中に帰宅すると送ったメールは読んでなかったらしい。夫は半休取ってなんかの用事でガッチに来た妹を迎えに行ったらしかった。その日、私はちょっとよれた部屋着を着ていた。挨拶も早々に、その T シャツ何色なん？と聞かれ、これは玉ねぎの皮で染めた色だよと答えたら爆笑された。独身の頃、女友達と旅行に行って古い町並み的な観光地で染め物体験をやってて、本格的な藍染めではなく予約なしですぐ体験できたのが玉ねぎの皮染めだった。ちょっとムラもあるし、ひどい黄ばみにも見えなくないし、外に着ていけないので部屋着にしてた。無駄に着心地が最高なので、私の実家は古民家、ボロ屋に見えないよう母が手入れしてる。ちなみに中はリフォームしてるので、トイレとバスとキッチンは実は最新。外壁だけ軽く張り直す計画があったのだけど、その頃近所で車庫やら真っ白な新築の家が被害に遭った。悪質な落書き魔が多発したので、剥がえ早々に落書きされたくないねと話が流れた。私の実家を建て替えないのには理由がある。兄のお嫁さんが双子家系で、2回の妊娠で子供が一気に5人になった。今は賃貸でぎゅうぎゅうで暮らしてる。私の実家を建て替えて同居を考えた時に、実家の隣の小さめの平屋に一人で住むお年寄りが癌で入院した。昔から交流のある一人息子さんが話してくれて、息子さんは都内にマンション買ってるので、その平屋には戻ってこられないので売る予定だと。だったら私の実家が購入して2軒分の土地に大きめの家を建てたいという話になった。不動産屋も入れて一応話はついてる。生前贈与するとすごい税金がかかるので、亡くなられてから手続きをする予定になっている。なので現状私の実家に手を加えられず、兄家族も狭い賃貸で暮らしている状況。某ストリートマップで私の実家を見た義妹は、お化け屋敷と笑っていた。私も見たことあるけど、画像がちょうどバグってて、傾いて倒れそうなボロ屋に見えるんだよね。義妹の中で私は、ボロボロのお化け屋敷出身で、玉ねぎの皮で服を染めてる貧乏人だそう。おそらく、数年後には、私のボロ実家は、大きな新築の家になるし、私と夫も、義妹と義母に、内緒で、近々マンション買う予定だし、引っ越したら絶縁状態になる。年老いた親と同居でボロ屋に住んでるってことは、賃貸の家賃も住宅ローンも払ってないということで、その分しっかり貯めてる人が多いから、ある時いきなり新築の家に建て替えたり、タワマンに引っ越したりできる。特に子供の頃なんかはいじめられかねないけど、背景にある経済状況も考えずに、ボロ屋に住んでるからっていじめない方が良いと思うよ。